シャープペンシルとシャープ株式会社多くの人が使っているシャープペン略してシャーペンは実は大手家電メーカーのシャープと深いつながりがあるんです。今日はシャープペンとシャープのお話をします。現在多くの人が使っている筆記用具のシャープペンは 1830年代にアメリカ人によって考案されました。英語ではメカニカルペンシルと呼ばれています。芯を繰り出す機械仕掛けの鉛筆という意味です。アメリカで発売された第1号の商品名はエバーシャープというものでした。それが日本に入ってきますが、当時のシャープペンはとても壊れやすかったそうです。 当時の壊れやすかったシャープペンを丈夫で使いやすいものに改良し、世界中でヒットさせたのが、あの家電メーカーシャープの創設者である早川徳次でした。早川徳次が発明したシャープペンは、エバーレディシャープペンシルという商品名が付けられました。これがシャープペンシルと呼ぶようになった由来です。 そして、後に、早川徳次は自分の会社名をシャープと付けたそうです。ちなみにシャープペンシル事業は、1923年に起きた関東大震災で工場が消失して撤退することになったとのことです。いかがでしたか筆記用具のシャープペンと日本の大手家電メーカーのシャープが 実は深いつながりがあったなんて。他にも日本に関係することで知りたいことや気になることがあればコメントに書いてください。それでは今日はこれでまた来週会いましょう。